はい、えー、グダグダ料理教室の第62弾、そうめんチャンプルーということでね、はい、えー、そうめんチャンプルー完成いたしましたけれども、はい、お皿に盛るとまあこんな感じですね。ちょっとわかりづらいか、こんな感じ。<laughs> はい、ちょっと上から写した。でこんな感じにね、えー、まあ一人ずつ持っていただければいいかなと思います。はい、でちょっとまあ仕上がりの状態をね、ちょっと中華鍋の 状態で終わらすよりもいいかなと思って撮影ちょっとしてみましたけれどもはいこんな感じですでえーでね、お醤油と塩の量なんですけれどもとりあえず大体こんぐらいでいけるかなっていうのでとりあえずまあ目安大さじ2って感じにはしたんですけれどもちょっとまあ味は濃いめやったかなとも思う 思いますのでねもうちょっと醤油少なくてもいいかもしれませんまああの味の濃さ醤油の量塩の量はお好みで味を見ながら調整していただければいいかと思いますはいということで今回そうめんチャンプルーということでしたけれどもはい 初はい今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。